こんばんは。こんばんは。やっほー。みみりんが11時をお知らせします。出るのでちょっと待ってね、ちょっと待って。終わった、終わったよ。あ、ちょうど今1分前に STU48 公式さんから ツイートされました。Y のやつ。関東まで来るんでしょうか、だそうです。そんな関東に行ってたら瀬戸内に来てくれないので行きたくないです。瀬戸内で待ってます。だってそんなんさね、瀬戸内に来るより関東の方は関東の行った方が近くなって、まあいつかはね出張とかしてみたいけど、とりあえずしばらくは瀬戸内でさせてください。うん、そんな瀬戸内に来るほどでもない感じですか。うん、早く高松まで行きたい。早く瀬戸内な7県。まあでもね、いつかは日本一周とかしてみたいですよね。うんうん、そう、瀬戸内に来てーですから、私たちの目的は。あ、確かに夜中もツイートされるのかな。あ、やっぱり引用リツイートしよう。ちょっとコメントをつけて。ツイートしたよ。やってみなきゃわかんねえ。進むしかないと。明日なんかショールームあるみたいですね。なんか本当、それはなんか、あ、本当だ。これってどうしたらいいんだろうな。こうやって
URL ってどうやったらいいの？ ST 公式さんツイートしてたりする？あ、13時からね、30分間配信があるね。ST 公式さんつぶやいてるかな？あったあった。コピー。13時30分から集約式の模様を一部生中継。集約式、集約式で合ってるの？集約式で出てこないけど、これなんて読むの？集約式か。あと初日明日 DTV で DTV で、あ、すごいいっぱいコメントしてくれてる、ありがとう、ワクワクだねって、本当にそれなら絵心最高って褒めてる、ありがとう。えDTV？DTV チャンネルと DTV 違うから、へえ、ためになったね。そうなんだ、へえ。ドコモじゃなかったら見れないの？全員見れるくない？あれ見て、今日文字書いた時にちょっとわかる、ここわってやって次についちゃった。そうなの。ワンワンコ、ワンワンコ、今日はメイクしてるのね。うん、してないよ。あ、眉毛描いてるぐらいかな。メイクしてないよ。
DTV チャンネルは FT 公式さん、あ、ハローキティキャワー、ハローキティキャワ、キャワタニエン、どれだっけな、 DTV チャンネル、どれだっけな、あ、私金曜日にはみ出せはみ出せ萩原工業さんのラジオに出演します。岡山公開収録だって。だから岡山とか近い方、ぜひお待ちしてまんます。どれだっけな、あ、本当だ。DTV はドコモじゃないとクレジットカード決済できないので、クレジットカード使ってないと入会できません。初日公演見れないのは残念すぎるので、他の支払いの方法ができるように言ってください。こんにちは。DTV チャンネルです。貴重なご意見ありがとうございます。だって。ってことは、クレジットカード決済以外では、ドコモの方以外でも見れるそうです。この質問の仕方によると。お、カードあるから余裕って。あ、でもね、31日間無料試しがあるよ。へえ、楽しみだね。さらに、ちょっと待ってね、明日のことについて。あ、今ね、そう、難しそうなんで我慢します。あなたのために、今から押したらすぐ飛べる URL をツイートします。ちょっと待っててね。明日のことを簡潔にまとめるツイッターに、押したらすぐ飛べる。ここ飛んだ先に、ドコモじゃなくても見れる。これ、なんと。え、それ出しちゃって大丈夫なやつ。え、何が何が？何が何が？どういうこと？すっごい、私4日間も配信してる。ヤバみヤバを。ありがとう。広島にずっといるから配信できる。
い、高見さん G のツイートしてる。本物これ。面白い。あ、ショールーム見てるよってありがとう。それな。本物っぽいね。何が、あ、G が、G が。何があってほら話したことすぐ忘れちゃうんだよね。皆さんこれ拡散希望でお願いします。いきます。7、6、5、4、3、2、1。ルミリー今5歳。バブー、ショールーム依存症じゃないよねって。逆になんか嬉しくない、ショールーム依存症って。でも私割とそうかも。ショールームしたい人、ショールームしたい人、あ、ショールームしたいってなる。どっちも URL 取れるよね。ちょっと一回押してみよう。飛べた。ねえ、いよいよ明日だね。あ、ユミンのショール見たいってなってる。一緒だね、じゃあ。うん、リンクはちゃんと貼れてたよって、ありがとうございます。そう、これ晩ご飯。アイスでした。風邪は治った？ううん、全然風邪ひいてないよ。あ、マスクしてたやつはね、喉がねちょっと弱くって。そうなの、だからマスクしてたの。うん、握手会終わりだとちょっと何日間か喉の調子悪いんだよね。素焼き式楽しみだねってひらがなで書いてくれてる。各種ご案内ありがとうございますって。そう、 UW2 っていうところをメインで露出しつつ
何か喜んでいる感じの人影がいい写真です。明日は遠い空の下から応援してます。いいコメント書くねー。ご丁寧にって、そう、ご丁寧にいいコメント書くねー、素敵。あ、今日ラーさん出た。今日ラーさん出たし、あの、ダーさんも出た。ダーさん。髪染めたことない。うん。ずっと黒。そう、朝からラーさん出た。ラーさん最新で発芽ってました。そう、なんか再生回数が多くて喜んでた。そう、あ、影ユミリンと誰なのって、これはね、誰でしょう、誰でしょう、この人影は誰でしょう。そう、岡田さん。そう、ちなみに滝の推しじゃない方で見られてる方、もしあなたの推しメンを当てられたら、マジでもうなんか推しメン認定っていうか、陰で推しメン分かったらすごいと思う。ちなみにヒントはなんだろうな、なんか普通に私仲いいけど、なんかなんだろうな、そのナナさんとかじゃない、めっちゃ仲いい、でも普通に、けどご飯は行ったことないかな、一緒に。なゆみ最強説、それな、それな。あ、身長が10センチ低いね。あ、ちなみに両手上げてる方が相手です。私はこの、なんか、撮ってる人。これね、あれだよ、そう。そう、仲悪いとかじゃなくて、だからなんて言うんだろうな。なんだろう。なんか、そう、普通にあかりんとかじゃないの。多分、皆さんが仲いいってあんまり知らない人、皆さんが、ツーショットが出回ってない。あんまりツイッターとかにも載せたことないかも。秘密なの？秘密っていうか、秘密じゃないけど、多分皆さんはあんまり知らないと思う。私がこの子と仲がいいことを。お腹鳴った。七福神さん。正解。ほのたん。ごめんなさい。結構前にほのたんって言ってくれてた人もいたかもしれないけど、ちょっと私が見切れてなかったから、そう言ったのにって方、いたら。くるみ割り歌姫、それな。
れな。仲悪い人いないし、まあ基本的にそうだよね。まあ基本そうです。普通に 普通に仲悪い人はいないです。そう、お互いなんかね、適当なとこ超適当だから、なんか面白い、一緒にいて。なんかこの前もうなんかめっちゃ2人でふざけてた、ほのたんと 2人で なんかセリフっていうか、なんだろうな、台本じゃないけど、なんだろうな、何かをこう、なんか変な言い方して遊んでたの。めっちゃ面白かった。ガサガタってなっちゃった。カオタルのイメージない。カオタルは唯一の同い年。めっちゃ、なんだろうな、お互いあんまりダンスが得意じゃないから、結構なんか分かんないとこが似てるっていうか、がむしゃらにやってるぜかな。素敵な大人メンバーだね。ねえ、そうだね。あ、もう30分経っちゃう。そろそろ終わろうかな。やりたいけど、ちょっと明日も結構いろいろあるので、ちょっと早めに寝れたら嬉しいです。ね。そう、多分結局楽しみすぎて寝れないんだけど、そう。あ、広島明日降水確率0%だよね。これメールに送ってないよね。止められ、私多分ね、遅れてなかったんだよね。今日結構遅れなかった。ごめんなさい、今日3つぐらいに遅れなかったの、メールが。本当だ。あ、遅れてた。これは遅れてた。オキポのメールに書いてる。私調べ。来てた来てた来てた。オキポ、なんでオキポはオキポっていうあれなの、ニックネームなの？ポってどこから来たの？確かにユミリンのリンもどこから来たのって言われたらちょっと分かんないけど、なんかそう、ポはどういう意味？
きよね。マイキューがつけたの？ゆみこっていい名前だよね。ありがとう。ポは可愛いからゆみぽ。ゆみぽ。ポといえばニャーポッポ、ね、ニャーポッポはポッポが私でニャーがあかりんとみーちゃんなの。ニャーポッポ、そう。ファーふふ。今日目がかゆくてずっと描いてたらね、カノンに「なんで泣いてるの？」って言われて「あ、私？あ、目かゆから入ってる」って言ってたよ。へえ。コンタクトしてる。なんか花粉症だけど別に花粉症なんじゃないんですよね。なんか最近よく目が腫れちゃって、まあ永遠もあるんですけど別に、でもなんかそれかな、それなのかな。そう、お大事にってありがとう。明日サプライズあるか、明日サプライズあるかな。でもできることがサプライズ、サプライズだよね。釣りな、釣りな。ゴーゴーリトルシーバーズ。もう皆さん公演名は言えますか？ゴーゴーリトルシーバーズ。言えますか、私たちの公演名。シーバーズはシーバードがカモメ、海の鳥、カモメらしいです。カモメたち、小さなカモメたち、いけいけ。イントネーション思ってたの違った。ゴーゴリとシーバーズ、ゴーゴリトルシーバーズ、ゴーゴリトルシーバーズ、わかんない。私のは多分合ってないんだと思う。皆さんの信じるがままに読んでください。海鳥と訳した方がいいかな。まあ訳し方も皆さんに任せます。それは別に
正解はない。人生に正解はないんだよ。あ、新曲のタイトルだったりして、なるほど。確かに全ての人生が正解だと思う。まあそうだよね。全ての人生が正解だよね。皆さんがこうしてショールームを見てるのも正解だし、明日配信を見てくれるのも正解だし、明日公園に来てくれるのも正解だし、明日お仕事を頑張るのも正解だし、リトルは可愛いとも訳せる。これも正解。そうだね。それも正解。正解でよかった。そうだよ、正解だよ。ただ正解が全ていいこととは限らないけど、いいんだよ。自分が正解だったらいいんだよ。みんなおめでとう、いいね。その言葉最高。みんなおめでとうって。そう、STU に出会えて大成功でした。それは嬉しいね。それが嬉しい。ありがとう。いよいよ明日、私たちの船 ST48 号が出航します。本当に長い時間お待たせしました。皆さん、ただなんかすごいよね、皆さんさ、何回でも待ってくれるよね。シングル延期でもさ、受け止めてくれるよね。そう、あ、フォローされた、ありがとう。フォローされた、ありがとうございます。そう、だからね、これからもぜひぜひ、なんかなんだろうな、なんだろう、なんか皆さんがなんだろうな、全てを受け入れてくれるっていうか、うん、なんだろうな、それがすごく、新しいことに挑戦するとしてもそれがすごく背中を押してくれる、うん、そう、なんか新しいこと素敵だねみたいな言ってくれるじゃないですか、皆さん。そう、とても大切だよね。そうだよね。うんうん。そうそう。だからこそ、ね、こう、船で公演をやろうとかいう新しいことにも挑戦できるし、ね、なんか、そう、
違うことをしたらなんか嫌われちゃうんじゃないかなとか、なんだろうな、そういうのが、なんだろう、まああるけど、なんかすごい、そう、なんか頑張ってねとか絶対言ってくれるじゃないですか、皆さんは。だからそう、何事も全力で頑張れるます。そうなんです。だから明日は全力で楽しみます。のでぜひ明日広島港に来てくださる方たちは、方はもちろんお待ちしておりますし、こうショールーム配信見てくださる方も、午後リトルシーバーズ DTV チャンネルで生放配信を見てくださる方もお待ちしてます。配信だとどうなるんだろうね。どうなるんだろうな、配信だとどうなるんだろうね。配信も見たいし、その場でも見たい、私は。どっちも見たい。明日はきっとSTU48まあ、全員は出れないけど、そうけど、選んでいただいたメンバーきっと全員輝く一日になると思います。きっと私たちにとって忘れられない一日になると思います。配信は初日のみ、確かに私もちょっと気になってた、それ。なんか初日の配信しますしか書いてないじゃん、これ。初回公演しか書いてないじゃん。あ、初回公演ね、見逃し配信ありだって。へえ。ね、他の日もね、してほしいよね。そう。それはちょっと聞いてみます。聞いてみる。私も気になるかな。ショールームの時間はですね、私じゃないですよ、多分ね、これ ST 公式さんのルームなんで、はい、ぜひそっち、私のルームじゃないんで要注意。それは明日は13時からなんか MV のが流れてて、13時半からそのやつで、購入視野のさ、視野が滝野に見えた、あかりんのツイートの、
みんなが笑顔で輝きますようにかな。ありがとう。これがまた、あ、七並べしてた。そう、七並べのね、またランキングもね、ちょっと落ち着いたら読みたいなって思ってます。ちょっとなかなか、え、すごい、 ST48 号出向キャンペーンだって。 ST48 の七並べ、明日4月16日は ST48 の戦場劇場となる、あ、専用劇場となる。戦場劇場。そう、専用劇場の戦場劇場。まあいいや。ST48 この執行日です。すごい。明日朝7時から1週間の期間中にログインされた方に485コインをプレゼントします。なんかの語呂なんだろうね。ポイント。コインだ。485コイン。あ、48号ってこと？ ST48 号ってこと？うん。へえ。なるほど。ハローキティコラボグッズも現地じゃないと買えないのかな？確かに。ちょっと待ってね。本当だ。本当だ。多分今のところはこの会場でしか売ってないと思います。はい。ただ私の分かんないけど、予想的に多分そのうちネット販売もあると思うけど、分かんない。なかったらごめんなさい。なかったらごめんなさい。後悔するぐらいなら来た方がいいけど、後悔するぐらいなら来た方がいいけど、でも多分私の予想的に、あ、すぐ売り切れちゃったら多分ない。うん。あ、権利的にどうなって、確かに。そう、ただ早く手に入れたいんだったら明日、あ明日ですね。確かに売り切れそう。だって私も買うもん明日。マグカップ買う。何買おっかな。マグカップと、出向アクリルスタンド買いたいなぁ。何買おっかな。今治マフラータオル。ね、STU のさ、今治タオル超いいよね。今治タオルでやばみ。今治タオル、なんでこんなグッズのタオルが肌触りいいのっていう。明後日じゃダメ。あ、皆さんは全然いいですよ。ただ私は明日買う。え、この出航記念ペンライトも記念だから買っとこっかな。社員割は多分ね、ないないと思うよ、それは。うん。そう、たまにご厚意でいただくけど、基本は自分で買ってます。あ、あと生写真もあるので、その生写真ね、全然開封してないやつが超溜まってるので、ショールームで開封しようと思って。そう。だからそれもちょっとまた落ち着いたら、ごめんなさい、落ち着いたらっていうのが今いっぱいあるね。七並べの順位と、生写真のやつと。うん。メンバー割引はね、あったらいいね。ないです。
そう、さすがに自分で並ぶわけにはいかないけど、ちょっとスタッフさんに頼みます。お金渡して、これが買いたいですって。 2割引きで買います。そうなの？そうだといいな。そうだといいな。アクリルスタンドすぐなくないです。あ、本当に？じゃあすぐ、そう、ちょっと、そう、帽子かぶってない。もうただね、明日ね、結構いろいろバタバタしてるのでね、そう、並ぶ時間がないんです、私、残念ながら。普通に並んで買いたいけど。プレゼントするって、ありがとうございます。でも、なんだろうな。まあ自分でも買うし、それはいただいたら、それはそれで使います。基本、グッズって何個あっても私嬉しい人なんだよね。そう、だからなんか、なんだろうな。なんか、よくさ、プレゼントするときとかにさ、メンバーにとかじゃなくてさ、なんか、これ、持ってたら、持ってるかな、でも、これ、持ってるかな、とか、思うかもしれないけど、そう、私なんかね、なんか、これめっちゃ親にいつも言われるんだけど、なんか同じの2つ持ってても、普通に嬉しいし、普通に使っちゃうんだよね。たまに自分で2個買ったりするの。で、それをめっちゃ、なんでこれ親父の2個いるの？って、そう。なんか親とかには言われるけど、そう。自分的にはすごい、なんか、結構いっぱい幅広く使ってる。皆さんのプレゼントとかも結構ね、幅広く使わせていただいてます。ありがとうございます。そうそう。売りなよ。ああ、なるほどね。私ね、もし本当に、例えば絶対ないけど、多分いらないって思っても売れない気がする。いらないものないんだよ、本当に。なんかね、私ね、人が絶対いらないっていうのもね、欲しいって言う人なの、私。本当に。だからね、多分プレゼント一回でも渡したことある人、私ね、全部超喜んでるし、お手紙も全部超喜んでるし、そう、なんならツイッターの返信とかも全部超喜んでるから。どこにしまうの？本当にそれはね、永遠の課題なんだけど。本当にそれは、そう、捨てれない人なの、私。結果的に。そうなの。断捨離できないの。そうなんです。断捨離できないです。後輩にあげれば、なんかね、そう、人にあげるとかもね、人にあげたりしたらって、そう、本当にそうなんだけど、さ、捨てれない人ってね、人にもあげれないんだよ。そう、手放せないのです。さ だから、ちなみに実は昨日プレゼント持って帰ったけど、ふわーって広げてある今。もうなんか、そう、すごい、わあ、嬉しいってしたまんま、今。昨日、わあ、嬉しいってしてすぐ寝たから。まあ、ありがたいよね。そう。そうなんです。
でもちょっと片付けるのは明日でいい。それは嬉しいのか。超絶嬉しい。超絶嬉しいから、持って帰ったらすぐ見ちゃうんだよね、お手紙とか。そう、そうなんです。いつもありがとうございます、皆さん本当に。あ、でも別に全然普通に片付けます。ただ昨日はそう寝ちゃったから。そう、あやさん、役場見よう、神押し、ありがとうございましたわ。わっしょいわっしょい、ありがとうございます。わ、ありがとうございます。壇上読みます。今読んだらあれな、あやさんが壇上に乗ってないバージョンになってしまう。第13位、ともやんさん、ありがとうございます。第12位がスランプくんさん、いよいよ明日おしっこ日、頑張りゆみに、頑張りゆみに、ありがとうございます。第11位、すぎやんさん、明日は楽しみすぎて楽しみ、楽しもうぜ。イェイ、ありがとうございます。第10位が、せいちゃん SS さん、ありがとうございます。第9位が、Q さん、お、Q さん、9位多いですね、なんか。いよいよ出航、明日は配信で見ます。月曜日に船行くよ、お待ちしてます。ありがとうございます。第8位、ゴーセブンさん、明日最高の一日にしてください。応援してます。ありがとうございます。楽しみます。第7位、ともきくんさん、ユミに女神よし、ありがとうございます。第7位が、ともきくんさん、ユミに女神よし。あれ 2回読んじゃった。第6位が、たくやさん、明日は記念すべき出航日、いい一日になりますように。ありがとうございます。頑張ってきます。第5位が、ウルフさん、ユミに神推し、ありがとうございます。カムサムニダー。第4位が、クマネパパさん、明日が素晴らしい日になるように心から祈ってます。ありがとうございます。第3位、リキヤさん、俺が船に乗る23日までへばるなよ。とか、基本的に私へばらないんで大丈夫ですよ。全然私へばったことないんで、そんな5月も6月もへばりませんよ。第2位が、明日船で会えるのが嬉しい、大好きマン、大好きマン、明日船で会いましょう、楽しみにしててね。第1位が、お育てさん、おいくさん、明日ゆみりん、明日応援してます。ゆみりんののんびり配信大好きです。明日応援してます。ありがとうございます。タワー2本目。あ、ほんとだ。ダウンさん、出航おめでとう。これからもっとよろしく。ありがとう、カムサムニダ。ごめんなさい、ただ夢落とすとこだった。ありがとう、みんな教えてくださってありがとうございます。ダウンさん、カムサムニダ。また日本に和住せよ。じゃあ、ありがとうございました。明日、頑張ってまいります。楽しみます。それでは、おやすみなさい。明日も一日、頑張りゆみりん。